SNS って特性を知ってないと闇雲にやってももったいないんですよ。この3つ、そうすると面白いぐらいのフォロワーさん増えます。仲がいいことと売上が上がるっていうことはまずイコールにはならないっていうことを皆さんはぜひ理解していただかないといけないということと、勝ち残っていくためにはファン作りが大事。 SNS って特性を知ってないと闇雲にやってももったいないんですよ。例えば3店舗4店舗だったら YouTube 絶対やった方がいいですよね。店舗数全部に集客できるからコストすごく少ないんですよ。でも個人サロンさんだったらむっちゃ時間とお金かかっちゃうからちょっとやりにくいなっていう感じですよね、はい、なので一番おすすめなのは僕はインスタグラムです。これはまあ5つの理由があるんですけど、ユーザー層がセラピスト、エステティシャンに向いてるよ。まず女性が多いし、年齢も37歳というちょうど美容とか体が疲れてね、あとは例えばお金も使える年齢、20代前半だとちょっと大学生とかだとね、サロンに行くのってちょっとお金高いから使えないですよね。年齢層と女性っていうユーザー層はバッチリです。そして拡散性でもハッシュタグを使ったりだとかフォロワーさんにメンションしてもらうとその地域のお客さんに届くんですね。例えば僕高知県ですけど、高知県でサロンやってて高知県のお客さんが来て高知県のお客さんのインスタグラムのところにメンションしてもらえれば、その友達って高知県の人多いんで高知県の人に届くんです、ピンポイントで。なので、即効性もあります。でリアルでお会いした人に対してメンションをお願いするっていう仕組みさえ作っていればすぐに拡散してもらえるっていうのも起きますし、お客様との関係性もストーリーとかいいねとかコメントとかで、あ、私のストーリー見てくれてるとか、あ、いいねしてくれてるって言って親密度がねめっちゃ高くなりやすいのはインスタグラムです。ストーリーだけだったら画像できるんで、ショーツとか作ろうと思ったらねあれだけど、10秒ぐらいの動画だったら本当に15分もあれば作れたりするので、簡単に作ればおすすめなんですけど、画像だったらカシャって今日撮っていただいて文字ちょろっと入れてメンションすれば1分で作れますよね。っていうので簡単だっていうのもあるので、こういったね特性を知ってればどういうふうに活用しようかっていうのは分かります。じゃあどういう投稿をしていけばいいんだろうってねすごく悩むと思います。サロンアカウントで、やっていくってなると、これね大事なポイントは覚えておいてほしいんですけど、濃度なんですね。濃度、投稿濃度、僕もねこれね超研究してねいろいろやったんですけど、濃度薄くするとフォローされにくくなる。お客さんが求めてないものをあげるとフォロワー減るんですよ。これを覚えておいてください。自分が求めているものじゃないですよ。僕は自己満であげたんですけど、それじゃダメだったんです。濃度を上げなくちゃいけない。濃度を下げちゃまずいんです。もうマッサージの技術系のプロフェッショナルの動画ならそれ一本でいかないと下がるんですね。インスタグラムも、そういうことです。だからお客様のお役立ち情報だったらお役立ち情報である程度固めていかないとね、投稿に食べ物があって食事があって、風景があってでちょっと勉強になるのがあってでまた風景とかってやると濃度が薄いからね、あんまりフォローしててもってなっちゃうんですね、はい。あとは知ってもらうっていう時の、魅力を伝える時に、例えば SNS とかで顔出てますかと、意外と顔出ししたくないっていう方もいると思うんですけど、もちろんそれはそれでいいと思うんですが、お客様の目線で考えてみてくださいね。お客様は顔が見えない施術者に施術されたくないんですよね。どんな人がやってくれるかってやっぱ知りたい、事前にね、事前に。あとはサロンの中もどんな雰囲気かも事前にやっぱ知っておきたいし、どんな施術をする人かも知っておきたいし、施術に関しての関連情報を知っておきたいですね。これねちょっと皆さんにねちょっと特別にお伝えすると、投稿内容って3つのカテゴリーで投稿するとフォロワーってめっちゃ増えます。これですね、1つ目が知識、その施術に関連した知識を投稿してください。その自分のコンテンツに対して知識をいっぱい披露しないといけないですね。僕だったら施術の方法だったり心理学だったりマーケティングを SNS 上で発信していると、うわ、この人勉強になるから次の投稿もなんかすごく勉強になりそうだからフォローしておこうってなるんです。つまりお客様に価値を提供してないとフォローされません。そして2つ目は共感です。共感、お客様が共感するような投稿です、ね、例えば夏はこういうことありませんかみたいなね、夏の日焼けでこうなったことありませんかって言うと、あるあるあるってなってフォローしたりとか共感してくれて
いいねとかが増えていくんですね。つまり共感のコンテンツを作らないといけない。そして最後3つ目、3つ目は憧れです。憧れ、例えばそのケアしたらどうなれるかっていうところですね。お肌が綺麗になったらこういうふうにいきましたとか、まあ、先生とかでやってるポジションでいくと、まあ、こんな先生になりたいみたいな憧れとか尊敬みたいなところですよね。それを必ず投稿内容に入れるんですよ。だから、セラピストじゃないけど、例えば、ポルシェとかフェラーリとか上げてフォロワーさん増やす人、お金持ってますよって言ったのは憧れ強めで発信してるとフォロワー増えてる人たちいますよね。だから、送信のサロンだったら痩せたらこうなりましたっていう、受けてるお客さんの声とかお客さんの姿とかね、そうするとあ、私もこうなりたいっていう憧れがあるから、こういうビジョンを目指してフォローしていったりするんですね。僕だったら海外でマッサージしてる超絶景でやってるようなところを上げることによって、わあなんかいいな、こんなところでマッサージしてみたいなっていう憧れを作ったりするんですね。っていうので、まあその施術の関連情報っていうところで言うと、知識、共感、憧れ、この3つに絞れば投稿しやすくなるんですよ。何投稿していいか分かんないじゃないですか。でもカテゴライズしておけば、今日は共感のコンテンツ作ろうと思えば共感の中で探すから結構簡単なんですね。なのでこの3つ、そうすると面白いぐらいのフォロワーさん増えます。はい、まあ、あとお客様の声とかすごくいいですよね。お客様の声というか受講生の声ってめっちゃ乗ってることに気づくんですよ。多分ね、メンション返しみたいのでどん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 受けた人の感想がね、インスタのストーリーにブワーって乗ってると思います。まあ、そうすることでお客様が、あ、この人の受けた人の生の感想を見てもらえるんです。でお客様に対して SNS を通して熟知してもらうこと、これをねやっていけば、あの人はこれに対しての専門家だとか、あの人はお客様の気持ちもすごく分かってくれてる、私たちの気持ちもすごく分かってくれてる、そしてあんな人になりたいとか、この人はすごく有名な方だみたいな感じの共感、憧れ、知識をね入れていくことで知ってもらうことができます。そして見込み客を1ヶ月で1000人増やす方法として、まあね、見込み客って何かというと、サービスを利用したことがないが関心興味があって、興味関心があっていずれ利用する可能性がある顧客のことを見込み客って言いますよね。自分のサロンに興味関心があるお客様ってどんな人かって皆さん自分で把握してますか？投稿するときに、まあ共感、憧れ、知識で投稿するのは大事なんですけど、そもそもその共感を得てくれるお客様ってどんな人かっていうのを知らないとまずいんです。なのでぜひですね、皆さん一緒に自分の顧客を理解しましょう。これはですね、ペルソナっていうのは架空のユーザー像ということで、まあお客様の架空の像を作り出すんですね。まあ仲がいいことと売上が上がるっていうことはまずイコールにはならないっていうことを皆さんはぜひ理解していただかないといけないということですね。大切なことはここで分かったと思うんですけど、専門家の話は聞くということです。皆さんは専門家としてお客様にしっかり見られることが大事なんだってことなんですよですね。なので、まあ、信頼を築いて、ね、専門家としての立ち位置を築けば売上は上がるという話なんです。大切なところだけお伝えしますけど、このこだわり、はい、ここをねまず考えていただきます。こだわり、そのお茶一つにこだわったりするとお客様はどう思うか、あ、このサロンってすごいサロンだなって思うんですよ。こだわりがあると、こだわれるものがこだわるってことです。あ、こちらのお花はこういうお花でして、実はうちのサロンのお名前がこうでみたいな、名前がこうでこうだからこの実は花やってるんですね。でカラーもこう今日白なんですけど、白っていうのは実はこういう意味があってみたいな、これがこだわりを伝えていくと皆さんは何かわからないけど信頼されます。で、そのこだわりを作りやすいのが小さなサロンさんなんですよ。こだわりを持ったサロン作りをしていかないと負けます。だから最終的に皆さんがやっぱ勝ち残っていくためにはファン作りが大事だ。そのためにはこだわりを持っておくということです。はい、まあ、人間関係を正しく築いていこうという話なんですけど、とにかく話を聞く。お客様のことを知らない人が多すぎるなんて僕は思ってるんですよ。僕はね、現役大手サロン時代って1ヶ月か2ヶ月先の予定まで必ず聞くんです、お客様。
で要は1ヶ月後2ヶ月後に予定が何か旅行の予定があるんだったら来店頻度を何回すればいいのか、来月は何回来るべきなのか、これが分かるわけですよ。でそれを全く分からないのにまた来週来てくださいねみたいなこと言うんですよ。僕の中では信じられないですよ。専門家としての来店頻度の促し方じゃないんですよ。皆さんは悩まれてきたお客様に対して一番の目的を果たさなければいけないんですよ。それは何かって言ったらお客様は健康になりたい、綺麗になりたいなんですよ。そこが第一優先なんですよ。そこを外してしまうとお客様の意味のない気持ちに寄り添ってしまうということです、はい、そうすると皆さんがご提案したいことはできないし、お客様もそのご提案をもらえないし、綺麗になるはずがないし、健康になるはずもないんですよ。そうするとサロンの存在意義がなくなるんです。残念ながら皆さんがね、サロン運営安定していくためには皆さんの提案を飲んでもらわなきゃいけないんですよ、はい、皆さんの言うことをある程度ちゃんと聞いてくださるようなお客様を育てることが大事なんですよ。その育て方を分からないですよ、みんな、はい、キャンペーンの作り方分からないですよね。年間計画の出し方、ランクアップのさせ方分からないですよね、はい、で50万円販売できるのキャンペーンの作り方、来店頻度を促すキャンペーンの作り方、感謝させるキャンペーンの作り方とかいろいろあるんですよ。そういったサロン運営のことを知らないまま、逆に言うとやってる方が不思議なんですよ、僕の中で言えば、はい、知ってて運営してほしいんですよ。だから一生懸命やってるサロンが潰れるんですよ、残念ながら。だから一生懸命やってサロンが繁栄するほど実はサロン経営って甘くないなって僕は思ってます。でもその仕組みは分からないじゃないですか皆さん。売り方も分からないし、カウンセリングのやり方も分からないと、ね、お客様の育て方が分からない中で一生懸命施術して、どんなお客様にも同じ対応していくと、いいお客様いなくなりますからね、サロンからですよね。大切なのは何かっていうと、いいお客様を囲い込むことができるかどうかなんですよ、まあ、エコひいきだとか、まあ、差別っていう言い方がいいかどうか分かりませんけど、それもちゃんとやらなきゃいけないということです、サロンの中でね。どういうサービスをするべきだろう考えなきゃいけないんですよ。そこがね、すごく重要なポイントなんですよ。一生懸命やってれば、ね、売り上げが上がるってわけじゃないんですよ。一生懸命やっててもお客様いなくなります、はい、ですよね。なので、まあ、その辺をちょっとね気をつけていただきたいと、はい、で感謝される接客、感謝される接客って何かっていうと、お客様が欲しいっていうものを素直に売らないってことです。例えばね、サプリメントくださいとか、化粧品、この化粧品くださいって言われて、はいどうぞって渡したら、プロである皆さん の存在意義がなくなるんです。ですよね。小学生でもいいわけです。その接客は。でも大切なことは何かというとですね、じゃあこの化粧品くださいって言ったとします、お客様が。そしたら、ありがとうございますと。ね、こちらの化粧品にご興味を持っていただいてすごく嬉しいです。この商品実はすごく人気あるんですけど、実はですね、お客様ね、こちらの商品、お肌の質によって、人のお肌の質によって効果が違ったりだとか、使い方が結構違ったりされるんですと。なので必ずこちらの商品をねご案内するときっていうのは、一度お客様のお肌状態をしっかりとチェックさせていただいてから、合ってるって思った方にだけご案内させてもらってます。万が一ね、こちらのそのままお渡しして肌荒れが起こったら申し訳ないのでとかっていうと、絶対相談してくれます。で、ね、でじゃあお肌のヒアリングして、そしたら必ずぴったりでしたって言うんですよ、はい、そしたらお客様どう思うか、納得して買いますよ、納得して。でそういう買い方をしたお客様のリピート率は高いんですよ。わかります？なんとなく買ってる商品じゃないんですよ。プロが認めた商品を私は自信持って使ってますね、から。こういう売り方が大事です。こういうのは、ね、山ほどあると思います。タクト先生とかが本当にここのボタンを押すといいよとか、例題とかをいっぱい見せてくださって、なんかこう全然苦手な私でもとりあえずなんかやってみることができたりとかして、でスタッフも男の子でいるんですけど、一緒に頑張ることができて、フォロワー数とかも少ないながらアップしたりとか、動画も全然できなかったのが、ひとまず毎日何かを投稿できるようになったりとか、成長させていただけたかなと思うので、めちゃくちゃ、はい、勉強になって、私の友達とかもみんなサロンオーナーさん勉強になったって言ってすごい喜んでました。インスタのメッセージでもいろいろご指導いただけたりして、本当に一つ一つ分かりやすいですし、
こうみんなで頑張ろうっていう感じになるので、あの SNS は本当やりたい人はやってくださいと思います。と SNS がとても苦手だったということが理由で今回受講させてもらったんですけれども、インスタにしてもそれぞれスクール業とサロン業をしているので分けて作ってましたけど、ほぼあの更新もしてなかったですし、見てもいただけてなかったんですけれども、やはり更新することとか実際今してみましょうですとか、あとはこう仲間たちと一緒に更新をするという機会もあったので、初めからこうやっていくのにあたって何時間かで作れるようになり、やがて数十分で作れるようになりと、やはり進化したのはやっぱりこう毎月講座があったこととオンラインの中でつながった皆さんがいたおかげだったなっていうのは常々感じているので、すごく感謝しています。